オシマックスのカナヤンです。オシマックス正義です。お願いします。お願いします。いやー小林 P、 いや見ましたよ。え揃っちゃったよ。なんか始球式投げるんすか。はい、まあ、プロデューサーなもんで。いやいや、いやいやその別に決まり事じゃないですよ。プロデューサー始球式だけど、別にいきなりなんか小林信人信人って言うんだって、まず。あ、じゃあ本名出ちゃったんですけど小林 P の P は、はい、プロデューサーだけじゃなくてピッチャーの P でもあるんです。投げますと P 小林の P でもあるんですね。でもありますというわけで、丁寧にあのかっこドリームオーダープロデューサーって説明書きまでないとわからないっていう前後が強すぎる。さあ、まあね、もうまあ、始球式はもういいですよね。こっからも気を取り直して、うん、もう待ちに待ったあの企画いきましょう。ブースターパック第1弾最速開封、よいしょ、よいしょということですよ。これですよ、もうね、マジかですから。マジかですよ。最速で開けてよろしいですか。開封していきましょうよ。今日は今日そんな日にしてもらって、いやもう早く現物を見せてもらっていいですか。小林 P、 小林マイコラスの言い方。こちら、出来たておやつの現物用意させていただきました。いただきます。ありがとうございま す, すごい。じゃあ本当にこれは自宅で開けさせていただきます。違いますよ、今回は、うん、プレゼントの方ではなく企画として開封をやっていただきたいと思います。あ、僕らもらえないんですか、これまだ。あの発売日になったらこの前の、まあそうですよね、だって僕6ボックスだもん。これ加減は3あるの、ね、6ですからね。ちゃんと約束は守りますよね。信じていいんですよね。くれるんですよね、本当にプロデューサーです。バブンバブン。いやこれがもうカードショップで並び出すわけですからね。もう数日後にはね、デザインももうかっこよくてね、かっこいいっすよ。各球団のね選手が乗、ね、っている感じですね、はい、じゃあ早速ね開けていきましょう。レッツゴー。さあ準備ができましたので、はい、開封していきましょう。いっちゃいましょうか。うん、どっちから行く。どっちから行こうか。セカパカ、うん、まあ、ニラデッコで決める。いやいいよ、セからで、うん、じゃあ私セリーグの方から開けさせていただきたいと思います。いきます、オープン、ドンということで、おセリーグのオールスターのカード入ってますね。すごいですね。生で入ってるんですね、これ。生で入ってるんだね。なんか袋に入ってるとこに弁当のお手拭きみたいな感じで、ね、入ってますね。じゃあ1パックまず開けさせていただきたいと思います。はい、いきます、ドンと。柴田選手、うん、お、矢崎同期、同期、慶応の同期、矢崎拓也。カードになってんの、ね、何じゃん。いいね、はい、いいね。あ、竹岡選手、うんうん、あ、菊池選手がいて、はいはいはい、大島選手、大島洋平さん、あ、ミートバッティング、ミートバッティング当たったね。お、光ってますね。当たり、え、当たり、石川拓也選手で、お、高橋宏と投手も光ってますね。え、1パックだから2枚光ってるね、これね。これ当たり、1パックの方にレアの方1枚と、はい、コモンフォロー、レアフォロー、もしくはスーパーレアとか、はい、キラキラしてるカードがもう1枚、1パック時点で2枚。なるほど、なるほど。おお、今回は中日のお二人の石川選手と高橋宏選手が光って当たったということで、うん、それではじゃあ2パック目開けさせていただきます。大貫選手、大貫さん、末金選手、末金選手、トイさん、あ、貸したい、カジャイさんだ。何笑ってんすか。いやいや、笑ってないっす。笑ってますよね、今ホームラン打ってね、ホームラン打って最近ね、もう開幕スタメンですか。スタメンで出てね、あー、めっちゃ調子いいじゃない。田中美希選手、田中美希選手、はい、外野警戒、外野警戒、これは阪神ですね、これね。次、岩佐田選手の、岩佐田選手ですね、はい、岩佐選手のレアと、うん、お、これあれじゃない、え、これ、これは、ウルトラです。やった、 UR、 UR、 しかも坂本選手、しゃあ、え、すごい。で、もらっていいんですよね。いや、これは企画用のものです。おかっこよくないこれ、坂本選手の。これだからスーパーレアのもう一個、まあ、上のランクというかね、ウルトラレアの仕様で坂本選手が出たということっすよね。このやっぱこのね、あ、箱のパッケージのやつが出たんだ。パッケージのあれですから、これはでかいっすよ。いいね。それでは3パック目、はい、いかしていただきます。3パック目いかしていただきます、はい、お、はい、取ってますね。取ってるね。取る直前ですね。はい、あ、またこれかぶりかな、かぶりですね、末金さん、はい、宮本さん、宮本選手、中山選手ね、お、大島洋平さんじゃないですか。これもね、さっき当てまして、うん、お、勝負師、勝負師出た、出た、柳投手で、福永選手の、うん、レアで、福永さん、お、森下さんじゃないですか。これはスーパーレアか。これはスーパーレアだね。おーい、連続や、これいい。
すごい。すごい、ありがとうございます。しかもこの1パック明治が2人いるっていうね。明治パック。明治パックですこれ。すげえ。これも箱。あ、これも、お、これもパッケージだ。やった。パッケージ。いいじゃん。幸先いいね。え、これめっちゃ良くない？これ。確かに。こっから先が不安だけど。大丈夫大丈夫。俺は信じてるよ。さあ行きます。はい。お願いします。お、原口さん。嬉しそうだね、島選手ね。こんなガッツポーズする。足カパー開いてますね。田中選手。ああいいね、調子がいい田中美希也選手。浜田選手。浜田さん。お。高梨さん、早稲田出身ですね、これは。いいっすね。お、ガヤ警戒。ジャイアンツ。これは多分秋広選手ですね。さあ、お、来た。光ってますね。山崎伊織投手ですね。はい、巨人でね。で、これが。お、え、またじゃん。スーパーレア、村上選手。え、しかもこれもまた、あれ、おい。え、すごないこれ。仕込んでないこれ、すごい。これ本当にやらせ一切なしですよね、だって。僕がさっき、これさっき僕が本当に選んだやつ。選んでました。本当にない。いきます。はい。トイ選手、ね、トイ、はい、あ、伊勢さん、はい、お高橋宏としてさっきはホロか、コモンホロで出てましたね、コモンで、はい、高橋宏と石川選手、カードにもなってるんですか、40代になって、すげえな、マジですごいわ、お大石、おお、僕らを助けてくれたカード、いい顔してんな、中川選手が、選手が、はい、いいね、これが、お、またスペスーパーレア、またスーパーレア、すごい、大城さんじゃないですか、大城選手ですよ、WBC でも活躍された、こんなにスーパーレア出るんですか、いい感じですね、もう驚いてんだけど今、いきます、渡辺亮選手、はい。はい、オースティン選手、オースティンさんじゃん、はい、で松山選手、松山さん、かっこいいな打ち方、ね、宮本選手、先ほどね、お、高橋さん、高橋さん、早稲田出身、早稲田出身、宮本さんですね、はい、そしてオースナ選手、おい、かっこいいね、体でかいな、いいね、じゃあそして、うん、お、かっこいいな、ドバイ選手、4番ですからね、今カープの、どこだ、おー、いいピッチャー、同期ですね、僕らの、ね、秋山選手、ね、伊勢投手、高橋宏斗、お兄ちゃんが慶応、あ、オース、お、明治大学、僕らがボコボコにされた、明治大学のピッチャーですね、はい。勝負師、あ、勝負師、ベイスターズ勝負師、使いどころがポイントのカード、勝負師、勝負師の顔してるのか、勝負師かけてるね、そういうことだったんですね、はい、はい、続いて、お、うわ、佐野圭、佐野圭、佐野圭さんじゃないですか、こんにちは、こんにちは、かっこいいですね、そして、あ、大須野選手、レアのホロか、レアホロですね、レアホロですね、うん、はい、あ、また床田選手ですね、うん、まあ、ね、かぶってはきますよね、はい、選手、大貫さん、お、お、柳、きた、めちゃくちゃ抑えられましたからね。ですね。いうことで、おわ、貴景じゃん。貴景って言うんですね。高橋圭司さんね。いいですね。そして、あ、ミートバッティング。ミートに全振りしたな、うん、打ち終わりね、これ。確実ホームランではないもんな、これ。これでホームラン打ってたら、ちょっとあの野球界の常識をもう覆せってことですね。うん、はい、じゃあいきます。はい。お、浜口さん。彼も僕らと同い年ですから。うんうん、続いてが、お、お、これがコモンホール、はい、これがコモンホール、ね、コモンでありましたもんね、はい、だからこれいいんじゃない、これ入ってましたよね、さっき、あ、確かに、ほら、あ、同じパックに同一選手が2枚入ってて、しかもこのレアリティが違う、コモンも全部光って入る可能性があるってこと、なるほどね、じゃあデッキ全部光らせてそれもいけるかもしれない、集め買いがありますね、結構向いてきましたね、スーパーレア、ちょっと前半出しすぎたか、デガね、ちょっとお願いします、はい、お、あ、ドバイ選手来たね、石井さん、はい、お、重信さん、お、重信さん、あ、村松選手さんね、僕の高校の後輩です、で、星選手、星、内野警戒、内野を警戒してる、広島カープ、内野警戒、はいはいはい、で、秋山選手、お、解説もしましたね、確かね、確かに、そして、うん、お、来た、お、来た、スーパーレア、牧秀悟選手、スーパーレア、しかもこれ、はい、パッケージです、えぐ、あとだから、サトテルとマルティネス選手、マルティネスさんだけ、すごい、いや、いいね、いやいや、これ最高だね、すごいじゃない、ここまで来たらサトテル選手とマルティネス選手もう当てたいね、まあ、まだまだ見てない選手いっぱいいると思いますから、はい、ナベル選手ですね、シーノムさん、村松さん、高家って言わないよ、フルスイング、あ、来た、え、森下選手じゃん、え、なんでピッチャーの森下選手がフルスイングした、そのシーンは森下選手がホームランの時のシーン、おもろ、ファンが欲しいと思うものを商品化した、なるほどね、おもろ、ね、バッティングもいい理由ですもんね、森下選手、すごい、あ、で、上本選手のレアルで、入江選手と、いやあと2パックか、うん、いきます、最後の勝負、山瀬選手、あ、意外と初めてか、意外と初かも、初、ね、1枚目じゃない、はい、お、菊池選手も初めて、初めてかな、菊池さん、菊池さん、これ何回かけてます、はい、菊池さん、ね、その2、はい、お、清水選手、うわ、こんな上がんの、すごい足、お、当たり戦記、阪神の当たり戦記ですね、すごい、続いて、はい、お、あ、梅野さんじゃん、初めてだね、そして、お、村松選手、お、なるほど、さあ、この箱は残り1パックになりましたね、じゃあラスト、この箱1パックをさせていきますね、はい、行かせていただきます、お、伊藤将司投手、お、初めてですね、チェンジアップですねで、山本選手、向きチェンジ、はい、お、安田拓2枚目、安田拓2枚目、安田拓2枚目、竹岡選手、うん、お、岡本選手、初じゃないこれ、初ですね、うん、そしてフルスイング、オスナ選手ですね、お、そして、お、レアのタッグ
タグチ選手これな X セットに入る時かな。セットに入る時のここが。なるほど。じゃあラスト、うん、ドン。お、中山選手の中山さんのコモンホロということで、ね、これ一箱向き終わりまして、いやでもスーパーレアだいぶ当てたんじゃない一箱目で。はい、ということで一箱向き終わりまして、うん、ウルトラレアが1枚とスーパーレアが4枚ということで、ジャイアンツがね、うん、2人坂本選手大城選手当てたんですけど、いやすごいね。これって2枚だけなんですよね。はい、各球団2枚ずつスーパーレアがありますので、はい、じゃあ一箱目で当てちゃったっていうことですか。いや、ま、もう見事だから、これが愛なんですよ、ジャイアンツ愛。次のこの2箱目ではジャケットあと2名出てないんで、2箱でコンプリートやります、目指したいね。はい、ということで続いてはパリーグ開けていきます。いきましょう。さあ僕はパリーグを、ね、はい、開けていきたいと思います。まさかオープン。おおしぼりポジションにしっかりと、やはりパシフィックリーグチームカードあります。ありがとうございます。早速1泊目からね、はい、行きましょうかね。記念すべき対策よく、お藤原京太ですね。これですね、山内さん、はい、お東山さんですね。アジア大学安倍さんですね。安倍俊樹さん、はい、お郡司郡ちゃん慶応の後輩ですね。後輩ですよ。はいはい、え調布市、お周東さん、ね、これ盗塁後ですね、絶対にここからです、はい、お伊藤真央投手。真央投手だ、かっこいいな。さあ次どうだ、おホロの茶谷選手、コモンホロですね。ね、かっこいいですね、やっぱみんなデザインが。ありがとうありがとう。さあ2パック目頼むぞ、かなやいきましょう。はい、お願いします。ババンチョ、はい、なんだババンチョ若月、はい、選手、はい、つもり選手、ね、はい、島内選手、わ戦う顔してるね、うん、多分サインボール、これ試合前ですね絶対ね。おマルティネス選手ですね。マルティネス選手、はい、青山湊人選手、帽子深め、おい内野警戒、あ誰だこれは、村林です、村林ですね。内野警戒、かっこいい。お、今宮選手のレアタイムポイント1つ獲得する手札戦術って書いてますね。なるほどなるほどなるほど。 DP のミートプライムすごくない、これサポートいいね、めっちゃ強いよね。強い強い、さすがリアミヤ。おーだ増田直也選手だ。あ、聞いたことあるこれ、当てたショートのカードだ。いいっすね、パッケージ1枚当てました。よし、いやありがとうございます。スタッフ陣からも、スタッフ陣からの拍手もね、これ幸先いいんじゃないですか。2番目でいや、めっちゃいい。マリーンズのスーパーレア、ありがとうございます。推しの球団ですもん ね、どうぞ、はい、どん。お、石川修太投手、うん、いいピッチャーよ。お、西村選手ですね、はい、義母選手、はい、お、佐藤龍生選手ね、これめっちゃ調子いいよね。うん、あ、村林さん、さっき内野警戒に出てましたね、はい、お、外野警戒してますね。なんだラオウさん、ラオウさんだ。お、レアは増田達志選手ですね。あ、抑えですね、うん、はい、ノーアウトだったら大体マイナス強いよ。DP7 でしかも、うん、大体マイナス、ノーアウトならほぼアウトにできる、うん、すごいね。次ドン、お、石川直也選手のコモンホロということで、コモンホロもね、かっこいいですよね。かっこいい、やっぱデザインがかっこいいし、デザインめちゃくちゃいい。ファンからしたら熱いよね、ね、そんなの当てちゃってよ、ね、次はドドンボン、はい、つもり選手ですね。ドドンボン、西村選手、はい、これまた、お、上川畑選手、はい、ですね、はい、お、佐藤龍選手ですね、調子いいね、はい、あ、真顔の島内さん、はい、サイボール、サイボールを無の境地、お、え、勝負師奈良間さんでした、奈良間さんでしたね、はい、はい、そして、お、佐藤俊也、あ、これ聞いたことあるぞ、佐藤俊也選手だ、わ、聞いたことある声だ、この前ね、紹介してからね、紹介しました、紹介しました、いや、いいね、うん、さあ、頼むぞ、金谷、ドン、お、お、なんだ、コモンホロ、コモンホロだ、山足選手、ベン、小木田選手、はい、お、周東右京さんですね、うん、茶谷さんですね、はい、お、石井和也さん、バスタ出身ですね、同期です ね、うわ、お、杉さん、杉さんだ、杉選手、さあ、お、フルスイング誰、これ昼間さん、彼も早稲田と、おお、そこそこ昼間もそうだ、そう、早稲田ですから、ライオンズですごい ね、さあ、出会いきましょう、どん、はい、おお、田中正義投手、すごい、急に正義が出ましたよ、すごい、こんなに差がついたかすごいよね、レアになってんだね。次行きましょう、ボーン、はい、上川畑選手、なるほどなるほど、もうそろそろ終盤、コモンホロはね、一番集めるの難しいんですよ、30何種類もありますからえい、お、藤原京二、はい、2枚目かな、小木田選手、はい、鈴木翔、これ初かな、はい、初で僕の後輩です、お、嬉しいっす、ありがとう、ありがとう、鈴木空選手、うわ、めちゃくちゃいいピッチャーっす、お、郡司、お、これもうファーストなんだね、郡ちゃん、ね、一塁手登録だ、お、ミートバッティング、さあ、お、ラオさん、杉本裕太郎選手、どう、最後、川瀬名人、川瀬名人、川瀬名人、それユニバースだから、レアホロですね、レアホロ、レアのホロですね、わー、かなやもう後半戦ですよ、こっから後半戦です、こっからもバカバカ出ます、頼むよ、バカバカ出ます。はい、シュート右京選手、はい、あー、種市選手、いいピッチャーなのよ、フォークが素敵、ね、福田選手で、長谷川選手、はい、黒川選手に値千金、清明選手ですね、これ、おいいですね、いい
カード。そしてレアが坂本浩志を投手ですね。お、スーパーレア。しかもパッケージ。おいしょ。パッケージです。友崎選手だ。ありがとうございます。かっこいい。ね、どんな感じ？ランナーいたら AP プラス2、うん、で強振になったらダイスもプラスしてくる。いいね。さすがですね。ありがたい、ありがたい。友崎選手。後半の男やね。やっぱ。サチかな？はい。はい、お、あ、リーチャー選手。うわ、ちょっとムツバタバスじゃん。いや、ごめんなさい。ジャタイ選手、東選手ですね。東選手、はい。はい、柘植選手、はい、坂選手、これも1枚目か。1枚、1枚目ですね。内野警戒。内野警戒が出て、レアが、お、お、来た。平良海馬選手ですね、はい。先発に転向してね、去年から。すごいですよね。先発に転向して、実況者にも転向したみたいな、ね。ちょっと裏裏喋ってくれますからね。いや、ありがたいですよね、あれね。さあ、次の方、ドン。うわー、来た。清宮幸太郎選手のウルトラレア。違う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 。スペシャル、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 来た。清宮スペシャルですよ。ちょちょちょ、こっちの。ドドーン、やった。清宮スペシャル。さっきの箱出なかった、ね、出てないね、Jリーグで出ましたね、スペシャルだ。うわ、ありがたい、出ましたね。後半戦やっぱ強いね。お、お、平沢大河選手ね、大城さんで、はい、東山奈緒さん、はい、阿部選手、はい、石井選手、ワースティーダ、アタイ選手、これはソフトバンクは柳田さんと近藤選手、近藤選手、愛嬌の2人、はい、すみません、お、糸池選手で、続いて、はい、ドドン、お、お、伊藤真央選手、レアホロですね、素晴らしい。あ、おじかずさん、ナイス完封って感じでしたね。すごいですね、1-0 で勝ちましたよ、ね、うん、はい、続きのカードが大事、レア、お、お、うわー、加藤貴之さんね、ミスターマダックス、マダックス、すごいコントロールいいっすからね、ね、さあ、これ、お、お、真顔のレア、ホロ島内選手、はい、さあさあ、あと2パックか、あと2パック、ドン、はい、外野結構、えぐいジャンプしてる、レア、はい、あ、松本裕樹選手、うわー、そう、めちゃくちゃ今、いいピッチングしてますよね、いや、すごいっすよ、ドン、青山宮田選手ですね、はい、さあ、これラストですか、ラスト、まあまあスペシャル1枚出してます、ね、満足しちゃってるじゃん、もう、ラストいきましょう、最高、ドン、平沢大河選手、仙台行くですね、東投手、青山投手、先ほどね、はい、酒井投手、石川直也投手、フルスイング、ドン、お、田島大輝投手ですね、はい、レアは、さあ、ここですよ、最後のホロの枠、ドン、おわしゃーす、おー、太田光捕手、キャッチャーのスーパーレアですね、はい、当てましたね、いや、いいスーパーレアですね、はい、さあ、こんな感じで開封結果ですけれども、いや、当てたね、はい、スーパーレア以上が、まあ、4枚ですね、まあ、枚、さっき5枚入ってたけど、まあ、4枚の時もあるってことですね、うん、ただでもスペシャル当てました、スペシャル当てましたね、これすごいね、うん、本当に、これのもう一個上がスーパースペシャル、これがサイン入り、スーパースペシャル、スーパースペシャルもある可能性、いや、当てたいね、当てましょう、どっちかは必ず頑張ろう、俺たちが、さあ、それではセリーグ2箱目を向いていきたいと思います、おっしゃ、2箱目なんで、まあ、6パックガバッといって、そうですね、6パックずついきましょうか、一気にいきましょう、はい、ね、ここからね、さあ、ということで、はい、6パック分向き終わりましたので、うん、じゃあ、ね、見ていきたいと、バッと見ていきましょうか、はい、思いますので、ドン、 SSP 来い、さあ、中川さんのレア、はい、来い、マジ来い、おー、クバヤス投手のフォロー、おー、でもこれ初ですね、意外と、うん、おー、これも初めて見たね、初めてですね、意外と、さあ、来い、意外、意外、さあ次ね、ドン、おお、来た、パッケージです、おお、はい、来ました、パッケージ、ありがとうございます、これ、サトテル選手、行くぞ、絶対出します、コンプリートもあるね、これよっしゃ、来い、まあ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 、コモンホールです、はい、ごめんなさい、ドン、来い、お、香川選手、香川選手、レアホロ、来い、柳井選手、コモンホロですね、さあ前半6パック終わりましたけど、まあスーパーレアが1枚です、1枚、まあ、はい、あと6パックありますから、あと6パックありますから、はい、ということで2箱目の後半戦スタートさせていただきます、うん、絶対当てるよ、さあ渡辺選手、はい、ここ来い、イスコモンホロ、コモンホロです、うん、よし、レアの後、ドン、どうだ、ドン、おお、どこだ選手、頼む、うん、ドン、来た、お、坂倉選手、坂倉選手のスーパーレア、シスイビッグアロス、ありがとうございます、スーパーレア当たりました、このスーパーレア当たった時のこのスタッフが拍手してくれる、ありがたい、あったかいから、ね、あったかい、さあ怖い、ここ来た、おお、来た、ホトテル選手のスーパーレア、ホトテルスーパー、パッケージはコンプリートしました、2箱ですごい、スーパーレアいいじゃない、はい、お初だよね、このレアはね、いきます、事情も組んでくれるの、はい、おお、今日スーパーレア2枚目のマキ選手、スーパーレア、いいね、覚醒ができますじゃん、これでね、2枚出たらね、いきます、そして狙うはスーパースペシャル、ガイッ、おー、ウルトラレアです、ウルトラレアだ、よいしょ、うわ、しかもちょうどこれ比べられます、ちょっとカメラで見ようか、そうですね、これが2箱目開けていいね、5枚
いいね、このウルトラとスーパーを比較できる当て方しましたね。素晴らしいね、うん、ただやっぱね、スーパースペシャル出せなかったっていう悔しさもあります。セイ君、まだ一箱あります。なんだって、もう一箱あるんだって。スーパースペシャル金谷に任せたいと思います。これは比較ができた、はい、素敵な箱でしたってことです、はい。さあではラスト、パリーグ2箱目開けていきたいと思います。行こう、スーパースペシャル行こう。いや絶対当てたい、マジで。さあお願いします。せーの、ドン。お、これ初だね、辰巳さんレア、はい、ね、お、スーパーレア、スーパーレアだ、ドン。しかもパッケージ、さっき当ててないカードっす。則本選手、則本選手ですね。素晴らしい、ありがとうございます。いいんじゃないですか、幸先。いい、幸先がいいね。えい、はい、お、ホロ、杉さん、杉さんのホロですね、はい、さあ、お願いしますよ、本当に。お、スーパーレア、オスナ選手、スーパーレアです。オスナ選手、はい、コスメ YouTuber、 コスメ YouTuber の見せ方。今宮選手のリアで、牧原選手のフォローですね。前半最後、前半ラスト、ドン。おー、すごい、牧原選手当たりました。すごいね、3枚当たりましたね、前半で。で、さっき1箱目でスペシャル当てて、スペシャル当ててました。ちょっと見ますか、これがスペシャルで、ユン選手のスペシャルとスーパーレア。いや、いいんじゃないですか、前半戦開幕スタート OK っすよ。いいっすよ、前半の。さあ、ここですよ、やっぱスーパースペシャル見たい。さあ、後半の6番いきましょう。えいっ、ドン。平選手のレアです。こいこいこい、ここ、え、おー、スーパーレア、スペシャルだよ。おー、スペシャル、おー、うわ、あー、あー、あー、スペシャル、スペシャル。ブババブババブババーじゃない、早川投手ですね。すごいね、でも早稲田の選手ばっかスペシャル出てる。清宮選手と早川選手、壮絶だからね、清宮選手も。さあどうだ、ボン、ボン、フォローのコモンフォロー大城選手。お、早川投手の別のね、レアですね、はい、ってことはこれレアのスペシャルが今出たってことね。こういうことですね、レアにもスペシャルがあるのか。そっか、俺らね、おえー、え、全然、すごい、3パターン揃った、3パターン揃いました。おもろ、レア、レアホロー、これでスペシャル、スペシャル、すげえ、早川投手全部揃いました。すごいね、今の。いや、こういうこともあるだ、まだまだ、はい、ですか、はい、来い、からの、えい、あー、まあ、フォローの東投手からの、来い、ドン、あ、フォロー、ラオウさん、ラオウさんのレアフォローですね。まあまあまあ、これもうあと1泊ぐらいですか。あと1泊ですかね、これ。スーパースペシャル、来い。さあ最後、金谷見せてくれ、えい、あ、津森選手、津森選手の、コモンフォロー、コモンフォロー一番当てるのむずいから。なんで、なんで36種類あるんだけど。さあ、ということで結果ちょっとまとめましょうね。まとめましょうね、これ。こんな感じです。はい、スーパーレア3種類。これがパッケージ、パッケージ。はい。しかも早川選手が3種類当たりました。しかもこれ、一パックの中でしたよ。連続で早川選手。連続で早川、早川でしたから。パックの中で覚醒してましたから。確かに。すごい。すごいね。レア、フォローレア、スペシャルと。すごいね。スーパーレア以上をね、はい、並べてみましたけども。2箱向いて、うん、合計これということで、僕がもう牧選手3枚当ててますからね。すごいね、これね、はい、そして坂本選手はウルトラレア当てたと。いや、いいっすね、はい、ただやっぱスーパースペシャル当てたかったな。確かに4箱を我々が開けた中に、はい、サイン入りのスーパースペシャルはちょっとまだなかった、当てきれなかったという。ただカナヤンの方はね、スペシャルを2枚当ててまして、すごいですね、いいっすね。だから全部で SR 以上が10枚、10枚で、こっちは8ということで、はい、かなり当たりましたね。当たりましたね。光り方も何種類もあるから、コレクター選手もね、そそられるっていう開封結果になったんじゃないでしょうかね。かっこいいですね、うん、やっぱり皆さんぜひ好きな球団を、はい、当ててみてください、はい。さあ、ということでね、開封を、ね、してきましたけれども、はい、あー、ちょっとまだ向き足りないっす、うん、まあ向き足りないね、ちょっとスーパースペシャルが出なかったけども、熱いカードもいっぱい出て、まあまあそうですね、ね、だいぶ汗かきました、だいぶ汗かきましたね室内が、はい、まあ楽しかったですね、楽しかった、本当に楽しかった、うん、なんか童心に帰ったというか、まあということで、はい、まあ開封動画だったんですけれども、まあなんと明日はですね、阪神タイガースの中野選手と青柳選手の対戦動画が上がるということですね。なるほど、やってくれたんだ、プロの選手がドリームをやる動画が、ね、どんな采配するんだろうね。確かにね、打順とかどういうオーダー組むか楽しみですね。確かに確かに、現役選手がこれは結構見応えのある、見応えありますね、動画になるかなと、はい、
で思いますね。ぜひでチェックしてくださいということで、そして、はい、とうとうあさって、はい、4月20日は、うん、このドリームオーダーブースターパックとスタートデッキの発売日ということでございます。ついに来ましたね。はい、やっとよ。ずっと動画回してきましたけどやっとあさって全国のもうカードショップだったりコンビニとかでね、はい、発売しますから、ぜひ皆さんね、はい、購入していただければなと思います。さあ、ということでこの動画が面白いなと思った方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本当にガチでマジでお願いします。お願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。僕あの左利きなんでね。あ、ハサミある。ハサミちょっと開けてもらっていい。初めての共同作業で、はい、初のドリームオーダー共同作業の開封、はい、大丈夫。はい、はい、さあ、開けましたよと。左利きって辛いね。辛いんですよこれ。